私たちはタイマンよ。ナイスな。いかんいかんいかん。いかんの。いかん、言いそうになっちまった。ええ。バディともに万全よ。全チーム、油断せずに進みましょう。はーい。なんか、はーいがね。ぴょーん。忍法、殺人か。すごいな。さくらチームもオッケー。そうそう。かっこいいな。任務完了。さすが柴田さんだ。気のせいでしょうか。若干見入ってらっしゃるような気もするが、気のせいだな。ヨーマとナラク。おや。ノブポン TV からのお願いだ。本動画をご視聴する際は、チャンネル登録と通知ボタンのチェックを忘れなく。それから公式ツイッターのフォローも忘れるんじゃねえぞ。ほっといけねえ。リプありならフォロー返しも 100% だ。そんじゃまゆっくりと明るい部屋でご視聴してちょうだい。どうも皆さんこんばんは。本日ですな、昨年の2019年12月24日にリリースされましたアクション RPG 作品名アクションタイマニンをですね、本日からプレイしようと思いますよ。でね、この外見見ていただければわかる通り、すんげーセクシーなお姉さんたちがね、活躍するそんなゲームみたいですね。でね、なんかどうやら原作は18禁のエロゲーだったみたいなんだけど、それがなんとですね、今回健全なアプリゲームとしてリリースされたわけだ。で、これ真面目にね、今回はエロ要素も全くなくて、堅実なゲームみたいなんでな、早速プレイしていこうと思います。ポチッと。さてさて始まりましたな。どういう感じなのかな。おや、ミッション開始まで180秒。準備はいいですか、浅見先生。先生、今は君の指揮官でしょ。浅木でいいわ。私が指揮官か。そうでしたね。あ、浅木、準備はいいですか。ええ、バディともに万全よ。すごいな。ちょっと何顔を赤くしてんのよバカ風魔。アサギ校長ばかり気にして私たちは無視のわけ。バカ風魔ねえ、風魔くんは大人の女に弱いからにゃ。今から聞くところだったんだよ。そっちはどうだ、雪風、さくら、準備 OK か。当たり前じゃない。雪風チーム、バディともに問題なし。桜チームもオッケー。バディともに元気だよ。よし。なんかいろいろすごいな。全チームそのまま。すごすぎるな。目的地まで20秒。ヘリは時速30キロだ。かっこいいね。この戦闘機乗ってるのかな。カウントダウン入るぞ。目標が視界に入るぞ。全チーム降下用意。かっこいいね。タクシー、目標ポイントに急速降下。着地ミスって死ぬなよ。よーし、オッケー、これからだな。誰に向かって言ってんのよ。余裕余裕、うん、この3倍の速さだって平気だよ。3倍だって。うまく、私たちはタイマニーよ。ナイスな。いかんいかんいかん。いかんぞ。いかん、言いそうになっちまった。さてと、この中からキャラクターを一人選択するんだけどね。で、この真ん中の子が、どうやらまあ、その、タイマニンの隊長さんらしいね。総隊長だ。で、右の子だ。この子が、妹さんになるのかな。そうだね。アサギの妹だ。どの子がいいのかな。で、この子は二刀流のようだね。私も混ぜてよ。で、この子が銃を使うみたいだね。雪風ちゃん。どの子がいいんだろうね。で、この子CRI がクリティカルなのかな。私に任せなさい。私が出るわ。アサギちゃん。すごい、なんか、封じ子ちゃんみたいな感じだね。すごいな。まるで柴田さんみたいだ。私も混ぜてよ。私に任せなさい。この子も可愛いね。私が出るわ。
まあでもやっぱりリーダーを使った方が使いやすいのかな。総隊長だからな。レディースのボスなわけだね。アタック256、261、250。攻撃力は？さくらちんが一番あるみたいだ。HP は？私が出るわ。私も混ぜてよ。私に任せなさい。私が出るわ。HP はアサギちゃんだね。で、防御力。私も混ぜて、私に任せ。お、防御力もアサギちゃんが高いね。私に任せ。私も混ぜてよ。クリティカル、さくらちんも高いな。どの子がいいかな？私が出るわ。アサギちゃんかさくらちん。任せなさい。私が出るわ。よし、やはりリーダーにしよう。ポチッとな。オッケー。3、2、1、5。すごいね。未来都市みたいな感じなんだね。よし、到着。現存。今回の任務は、ビルを占拠したテロリストの排除と、人質の救出だ。なるほど。ボイス、俺って何や、俺って。これ私ってこと？俺たちのチームは、速やかに屋上を制圧。うん。人質の脱出路を確保する。了解じゃ。了解。ここのヘリポートを抑えるってことね。いいね、こうやってあの声優さんの声が入るのはいいよね。人質は大丈夫？中で捕まってる人もいるんだよね。そっちは別部隊が対応しているわ。私たちは自分の任務に集中ね。ええ、その通り。では随行させた指揮ドローンから指揮情報を飛ばす。各自行動開始前にもう一度チェックしておいてくれ。これがテロリストか。悪そうなやっちゃな。なんか軽いな。ま、機械に頼ってる連中なんて私の敵じゃないけどね。なるほど、機械に頼るなと。この情報ではさほどの脅威はなさそうだけど、でも状況はどう変わるかわからない。全チーム油断せずに進みましょう。はーい。なんかはーいがね。俺も指揮ドローンで状況を補足し、逐一最新の情報を流していく。みんな、敵に動かれる前に始めよう。行動開始。了解。了解じゃ。さてと、でこれから柴田さんを操作するのかな。スタートだ。まずは当然チュートリアルっぽい、まあチュートリアルになるんだろうけど、キャラを移動させる。はいはい、移動しましたね。てかなんか、なんか非常にプリティーな感じですね。操作性に関して言うと、そうだな、今までそのダークアベンジャークロスとかね、ハンドレッドソウルとか遊んできたわけだけど、まあ、ハンソロの方がスムーズっちゃスムーズだね。ダークアベンジャークロスとはちょっと近いのかな。攻撃と回避。はい。で、これ回避ね。はい。はい。んで、攻撃これだよね。まだで、それで終わりよ。ああ、なるほど。ん？なんだ今。あ、これは回避。まだいまいちちょっとよくわからんな。なるほど、そういうことか。このパッドっていうのかな、特に左手のパッドだよね。で、これに関してはね、ちょっと感度がよろしくない気がするね。若干だぞ。あとそのボタンをね、押して反応するんじゃなくて、離して反応するって感じかな。だからボタンをこんな感じで連動でポチポチしなきゃダメだな。おしっぱだとこんな感じで反応しないからね。離して反応だ。だからここら辺はやっぱりハンドレッドソウルとかそういうゲームとはちょっと違うな。なるほど。まあそれはそれでいいんじゃないか。よーし、OK。さようなら。なるほど。まあ慣れりゃ簡単だな。よーし。これで終わりよ。これで終わり。ボスだな。対魔粒子が 100% 超えると、奥義が使えるわけだね。OK。奥義！忍法、殺人か！すごいな。
よし、オッケーだ。あ、上にあるのがテロリストの HP だったんだね。任務完了。さ、任務完了。しましょう。さすが柴田さんだ。オッケー。まあチュートリアルだからね、当然だ。で、これが、まあ言ってしまえばガチャできるダイヤみたいな感じなのかな。指揮官ランクアップ。で、まずはね、この指揮官レベルを上げることに専念した方がいいみたいだね。あなたについて来られるかしら。余裕です。さてと、任務の最中でしたねと。指揮官として任務を果たす姿素晴らしいです。対話人の先輩として、そうだな、まあチュートリアルだからね、教えてくれるわけだ。はい。で、ここはロビーだね。対話人パネルをご覧ください。はい、これですな。はい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 。だからこれが柴田さんだ。ポチッと。こちらでは選択した対魔人のステータスが表示されると。ちょっと待ってくれ。はい。で、サポータータブを選択。んで、対魔人にはサポーターを編成して支援することができますよと。なるほど。ポチッと。了解。サポートは得意だから任せて。編成されたサポーターはサポータースキルを提供し、対魔人のステータスを強化。なるほど、そういうことか。はいはいはい。まあ、バフってことだね。オッケー。なるほど。ここら辺がガチャとかなってくるのかな。素材と費用がかかると。よくある感じだね。自動選択もできると。はい。で、強化。大成功。頑張ってるんだから。なるほどな。とりあえずレベルが40までいくわけだ。オッケー。で、バックで。早速クエストか。はいはいはい。ああ、なんかいろいろありますな。まあ当然だね。で、メインクエスト進めると全部解放されるんだろうな。ポチッとな。よーし、さあどんどん行きましょう。まあ、とりあえず最初はね、慣れることからスタートだ。でね、操作性に関しては、ハンドレッドソウルとは全然違いますね。で、どちらかというと、ダークアベンジャークロスに近いね。よーし、オッケー。結構食らっちゃった。大丈夫かな。で、サポートスキルね。サポータースキルだ。ポチッと。癒してあげる。休止ぐらい。よーし、オッケー。で、これで HP が回復した。よーし、オッケー。自由に戦ってボスを倒しましょう。よーし、オッケー。そう、やっぱりね、このボタンをね、離すっていう操作がね、その、ダークアベンジャークラスとかハンドレッドソウルとは全然違うからね。だから大変っちゃ大変だね。おしっぱにせんといかんからね。これやろう。いいね。はい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 。で、画面はこんな感じでぐるぐる回せれるんだけど、画面のそのアップっていうのかながまだできないね。これできないのかな。ユーナの忍法の出番だよね。で、またこれ HP 回復できるの。癒してあげる。ああ、できますな。よーし、オッケー。あ、なるほど。このメーターが溜まってくんだね。オッケーオッケー。よいしょと。ナイスなヒップだな。かわす。なんか分身みたいにかわせたやつ、どうやって使うのかな。よーし。ボスかな。さーてと。かわす。よーし。で、画面がやっぱりね、見えなくなる時があるから、そこは、うまくこう視点移動させないと、ダメだな。おそらくステージ進んでいくと、こういうテクニックはいるんじゃないかな。よーし、オッケー。いいね。任務完了。任務完了じゃ。なるほどね。オッケー。よし、指揮官ランクアップ。素晴らしい。あ
なたについて来られるかしら。この指揮官のランクとこのアサギちゃんのレベルは関係ないのかな。リンクはしていないんだな。見事な指揮でしたと。次は、タイマ人の真の見せ場となるスキルですね。はい。タイマ人のパネルをタッチしてくれと。で、ポチッと。スキル。はい。んで、どうするんだ?ポチッとな。はい。なんか技をいろいろここで習得するんだね。なるほど。習得可能。スキル習得ね、スキルポイントと金が必要だと。はい。よし。これなんて読むの?秘連、秘連か?秘連花?漢字私苦手だからな。今回の作戦はみんなご存知の通りだ。これは?うん。あ、戻るだけ?で、次ミッション3。よーし、どんどん行くぞ。よーし。伊賀は浅木、剣山。よーし、柴川剣山。ちょっと待って、まず回復。あ、もう HP 全回復か。しまったしまった。よーし。で、スキルコマンド入力してスキルを使いましょう。ん?スキルコマンド?ああ、そういうこと。通常攻撃、長押しして連打?長押しして?ん?通常攻撃中に?長押しをして?あ、そういうことか!ああ、なるほど。こういうところ、今までのそのアクションゲームというかね、私がやってきたゲームではなかったね。だからか。だからそのボタンを離すと攻撃ができるっていう感じだったんだね。なるほど。あー、でもこれはね、慣れがいるね。うん、どいて。攻撃中に長押ししてこうだ。あー、これね、難しいですよ、皆さん。いや、これはね、本格的アクションかもしれんね。難しい、難しい。いや、楽しいな、こういうの。そのボタンを押したら発動とか、そういう感じじゃないからね。うん、よし、OK。OK じゃ。これやろ。かわす。オッケー、マネー。アイテムちょうだい、アイテム。アイテムちょうだい。よーし。かわす。ふん。いいね。うん。この野郎。ふん。うん。よーし、オッケー。ユーナの忍法の出番だよね。ナイス食い込み。さてと、ボスだ。くれい。忍法。殺人か。いいね、きっとこういう技もどんどんパワーアップするんだろうな。オッケー、この野郎。何こいつは止まんな。ちょっと待って。でこのね、画面の切り替えっていうのかな、この操作がやっぱりね非常に難しいね。慣れがいる。あ、ちょっと待って。 KO じゃ。任務完了。任務完了。帰還します。よーし、オッケー。よーし、オッケーだ。まずは序盤だからな。あなたについて来られるかしら。うん、いいんじゃないでしょうか。うん、スキルはどうでしたでしょうかと。いやー、結構これは難しいね。これがガチャだね。なるほど。一回ガチャ。一回しかやらせてくれんのかい。よーい、じゃあ早速。あ、これはガチャ画面なんだね。さてと。さて、これタップするのかい。タップトゥーネクスト。ポチッと。どうだ。ヨーマとナラク。はい。これがいいの?悪いの?どっち?全然わからんな。どうなんでしょう。はい。はい。こちらですね。はい。プレゼントボックスですな。素晴らしい。よーし、アイテム。事前登録報酬。おー、大量、大量、大量じゃ。オッケー。全部私のもの。
素晴らしいな。よーし、オッケー、うん、いいですね。来たわね。準備を整えて。ああ、いいね。こういう服装もいっぱいあるんだ。かわいいな。よーし、ようやくちょろっとチュートリアル終わった感じになるのかな。うん、すごいね。もうからかわないで。からかわないでと。うん、ナイスな柴田さんだ。ねえ、ん？こっちに来て。誘惑されてますな。ねえ、こっちに来て。これは本当に堅実なゲームなのか。堅実だぞ。アイテムちょうだい。よし。なるほど。こういうところも、まあ、達成すればアイテムゲッチュできるわけだね。さあ、アイテムをよこせ。素晴らしいな。どうやらガチャは、もう引けそうですね。ちょっと待って。今回はね、あくまでどういうゲームかのご紹介になってきますんでな。次回早速ね、ガチャを引いていこうかなと思いますね。ちょっともうちょっとだけやっていこうか。せっかくだからな。ちょっと待って。ショップ。物資を調達するのね。ああ、なるほど。やはりここで各キャラクター購入できるな。そういうことだね。コスチューム。おいおい、ちょっと待って。なんだこれは。ああ、やっぱりさっきの購入できるな。ああ、すごいすごい。おお。これ何、何校長アサギ。こんな。あ、これかっこいいね。サイバーホーク。ああ、すげえすげえ。ああ、なんかこういうの私大好きだな。こういう LED チックな感じ。ああ、かっこいいね。すごいな。気のせいでしょうか？若干見えてらっしゃるような気もするが、気のせいだな。すごいな。ええー。てか、かなりコスチュームあるね。ああ、これセクシーだね。色っぽいな。うん、サンタさんだ。ええー。ああ、これいいね。これが私一番好きかもしれん。オシャンティーですね。なるほど。これで、まあ、アップ姿というか、感じ見えるんだね。これハンソルと一緒だ。コスチュームは現状、そうか。なるほど。全キャラ、また、これが変えるってことなんだね。これは何？ん？あ、色目も変えれるのこれ。マジか。あ、面白いね。おー、すごいすごい。これかわいいんじゃないか、これ。おー、こんな校長先生行ったらなんか捕まりそうだよね。あ、これかっこいいな、やっぱり。これいいよね、これ。LED。ナイスなボインだな。これもオシャンティーだよね。これはこのカラーしかないようだ。これスキルだね。レベル5ならんとここ解放できんわけだ。習得可能。これ何？何？花？何か？なんて読むんだ。習得。ポチッとな。オッケー。どうやるの？そこが問題だ。いやー、技これ、覚えるのが大変そうだね。ベヨネッタ的な。武器を確認なさってましたね。はい。なるほどね。まあ、キャラによって当然武器が変わってくるわけだ。んで？武器変えれるの？あ、さっきゲッチュした。めちゃくちゃ上がるじゃねえか。すごいな、これ。一気に、ヨーマトーナラク、めっちゃ上がりますな。102から一気に577。すげえな。いいセンスね。これは全力で戦えるわ。外見も変わるんだね。こういうのは本当嬉しいよね。やっぱりこういう外見ってかなり重要だからな。オッケー。
こんなもんなのかな。なるほど、イベントには何？それがあれば憂いなしよ。そうだな。ゲッチュしたいやつだ。これ何だった？プレミアムガチャチケット。ちょっと待って。これはまだ捕まんぞ。次回の動画だ。これガチャ画面だね。プレミアムガチャ。ゴールドガチャ。せっかくだったらなんかその、やっぱり外見を変えたいよね。外見な。そういう楽しみしたくない？さてと、ちょっとクエストもうちょっとやってみる？いよいよ任務よ。行きましょう。準備はいい？オッケーだぜ。ミッション5まで行きたいね。サクッとな。伊賀は浅木、剣山。いや、すごいよね。私もね、いいおっさんだからね、やっぱりこういう真正面からのボインというよりか、こういう食い込み姿を見た方がね、結構この、ドキッとするよね。そんな話どうでもいいな。大変失礼しました。よーし。さっきの習得したスキルはどうやって使うのかな。あ、なんか出てるね。これかな？ちょっと使ってみようか。これか。なんだ？全然わからん。これ何？何なんだろうね、今の。これ。さっき使ってみたけど。ちょっと。よし、オッケー。やっぱりね。なるほど、タイミングよく押すと、ああいう分身姿になるのかな。くらえ！いや、難しい。やっぱりね、なんていうのかな、その画面のこの視点移動っていうの、これがね、かなり頻繁にやらないとダメだから、大変ですね。あれは、強化外骨格を確認。ん？何？みんな、十分に注意しろ。今、データを送る。フリーダム・オブ・アフリカ社製のフィスト・オブ・スティールだな。それにしてもこの俺ってのが気になるな。外角を分厚い装甲で固めていて、主に格闘で敵を攻撃するタイプだ。ああ、そういうタイプですね。あんなものまで用意してテロリストにしては随分リッチね。もう硬いの苦手なんだよね。私の雷撃で中身ごとぶっ飛ばす。行くわよ。さて、どうやらちょっと強そうなやつ出るのかな。テロリスト、アサルト、なんかアイアンマンみたいな感じだね。ちょっと待って、さっきのさ、ちょっと出してあげる。ください。これ使いたい。いいのか悪いのかよくわからんな。あー、でも武器はさ、めっちゃ強くなってるよね。剣変えたから。くらえ。くらってるのかくらってないのかもいまいちよくわからん。どうだ。KO じゃ。OK。さ、起動しましょう。まあまだ序盤ですね。所詮は初級ですからな。OK。いやでもこれね、おそらくレベル上げて。ガチャとかいっぱい回すとね、かなりね、面白いと思いますね。あなたについてこられるかしら。で、ただやはりね、その、なんていうのかな、ハンソルとかダークアベンジャークロスの操作性とは全然違うから、同じ感覚で行くと、あれっていう感じになっちゃうね。まあ、会社が違うから当然そうなんだけどな。伊賀は浅木、剣山。よーし、オッケー。で、特にやっぱりそのボタンをね、この離して攻撃っていうのがやっぱりまだちょっと慣れないね。よーし。で、今画面というかその視点移動はタップしてないんですよ。で、こういう感じなんで、で、この時真後ろの敵が見えなくなるんで、そこだけね、やっぱり難しいね。だからレベルが上がってきた時にこういうところをどううまく操作するかなんだよね、きっとね。よいしょ。アッパーカット攻撃はかなり使えそうだね。これね。
おそらくこっから他の技につなげる感じになるんじゃないかな。よーし。屋上制圧を確認。全チームよくやったぞ。これでヘリポート確保だね。この妹さんも使ってみたいね。楽勝楽勝。やっぱり大したことなかったわね。あ、みんな待って、何か来る。ああ、ちょっと何よあれ。多脚戦士、奴らの虎の子ってやつね。うん、どうやらこいつがボスだな。テロリストのくせにリッチすぎなんだけど。フリーダムオブアフリカ社製の多脚戦車テンペスト、主武器は 12.7mm 重機関銃、副武装は 7.62mm 機関銃か。こりゃ凶悪だ。全チーム気を引き締めて来るぞ。さてどういう感じかな。おや、なるほど、そういう感じね。 EDF っぽいね。こんやろ。あ、まずい。あ、ちょっと危なかったな。こんやろ。いや、めっちゃ攻撃食らってるから HP×38 とかめっちゃあるなこいつ。くらえ。どうだ、ちょっと待って。あ、まずいんじゃないか。痛い。あのね、やっぱりその視点移動っていうか、その移動の仕方がね、ハンドレッドソウルとかと全然違うからね。そこは本当慣れがいりますね。これかなり操作性違うから、同じ感覚で行くと全然違うからびっくりされますね。くらい。よし、暴いよ。大したことねえな。無事にクリアかな。よーし、任務完了。さあ起動しましょう。この剣がめっちゃ強いね。素晴らしい。オッケーじゃ。どうやらメインクエストだけやっていけば勝手にガチャは引けるような感じだね。なんだ。うん、周囲の風景が一変した。はい、白い巨大な空間に一緒に変わったわけだ。最新、訓練施設。オーケー、全ミッションクリア。みんな、訓練終了だ。あ、訓練終了なの。フーマ、あんたどういうミッション設定にしてんのよ。めっちゃかっこいい服着てんな。みたいな装備のテロリストがいるのよ。これ課金で買えるやつ。そうそう、敵の設定やばすぎだよ。かっこいいな。あの戦車とか私のお小遣いの10年分ぐらいありそう。いや、いいね。いや、100年でも足りないかもな。それだけ最近のテロ組織の資金は豊富なんだ。ネットを駆使して世界中から資金を集めたり、中には油田まで抱えている超リッチな組織もある。ほえー、大金持ちなんだね。まったく、悪がのさばる嫌な世の中ね。そうね、だから今ぐらいのミッションで適切だと思うわ。フーマ君こそどうかしら、ツーマンセルの舞台運用は慣れた。はい、アサギ先生、一通りやってみた印象ですが、6人を3等分、3つのコマにして有機的に動かすにはかなりの繊細な指揮が必要だなと。でもなんとかなれようと思います。期待しているわよ。君にはゼガヒでもこの携帯の指揮をマスターしてもらわないと。いやー、にしてもこのスーツかっこいいよねこれ。ということはやっぱり今の部隊運用は何か具体的な任務を想定して。ええ、それは今から説明する。計画した当人の口からね。山本、
彼が君の推す例の人物かね。例の人物ですよ。そうだ、私が例の人物だ。うん、山本なんか悪そうな顔してるな。その経歴はこっちの世界では有名だ。高級官僚、あ、なるほどな、そういうことか。ヒゲがなんかトニー・スタークみたいだよね。どうも風魔小太郎です。え、俺の名前風魔小太郎って言うの？いや、堅苦しい挨拶は抜きにしよう。風魔君、君の素性や能力については朝木から聞いている。ただ少し驚いたな。思っていたより随分若い。あら、彼に何か不満でも？ああ、なるほど、こういうところで服がいろいろ変わってくんだね。何もないな、朝木。私は君に全幅の信頼を置いている。君が推すのなら彼はこの計画にふさわしい人物ということだろう。相変わらず大行ね。でも正しい判断だわ。あの、それで？その計画っていうのはさっきのトゥーマンセルの訓練と何か関連してるんですか？ああ、その説明がまだだったな。実は今我々は新しい対魔人部隊設立を進めている。新しい部隊？そうだ。君も知っての通り、政府はこれまで日本における魔界勢力の活動を対魔人の力によって対処していた。だが現在それだけでは追いつかない事態も起きている。我が国の中だけでなく国境を越えグローバルに活動し魔界勢力と関係しようとする悪辣なテロリストの存在だ。確かに最近ろくでもないニュースをよく聞きますね。うん、そんな連中に対抗するため国際的な活動を主とする部隊の設立が急務となった。へえ、CIA の対魔人版って感じ？ハリウッド映画みたいで楽しそう。どうやらこのゲームはそのメインストーリーが一応そのちゃんと作られているような感じだね。国際的っていうと海外旅行とかにも行けるのかな？もちろんだ。まあ旅行気分では少々困るが、必要とあれば世界中のいかなる国にも飛んでもらう。作戦本部はこのお茶学園内の地下施設に設置。いい専属事務職員、補給班、通信班など約30名、対魔人を中心とした戦闘員は最大で100名以上。風魔宗家当主小太郎君、君にこれらの人員の運用と指揮を任せたい。何？私にそんな権力を？お、俺がですか？素晴らしい提案じゃないか。そうだ、現時刻をもって指さされた。私はここに対魔人特務中隊の設立を宣言する。対魔人特務中隊、素晴らしい。対魔人特務中隊、ひとまずの中隊メンバーは今ここにいる諸君。これ以降は風魔君の判断で自由に組み入れて構わない。ということは何？このゲームってキャラクターどんどん増えていくのかな？おめでとう、風魔くん。期待しているわよ。おお、なんかすごい肩書き。やったね、風魔くん。風魔のくせに大出世じゃない。風魔のくせに、ま、私を指揮するならそれくらい偉くならないとね。いや、待ってください。でもそれじゃあ独立遊撃隊はどうなるんですか？独立遊撃隊というと君の御社の対魔人部隊での活動のことだな。あちらはあちらで今まで通り。特務中隊はあくまでも期間限定。解散すればまた戻ってもらうわ。なるほど、期間限定。さて、君の意思は？この任務やれるかしら。なんかこのアサギちゃんってなんかベヨネッタみたいだよね。はい、もちろんです。俺にできる限り全力で。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。良い返事だな。ありがとう、フーマ。ではここで副官を紹介する予定だったんだが、まだ御社についていなくてね。到着次第紹介しよう。副官か、誰なのかな。副官ですか。優秀な人物だ。国際情勢に長けており、現場指揮官である君の護衛も務めてもらう。きっと助けになるだろう。はい、ありがとうございます。優秀で国際情勢に長けた、御社の外で活動してる大魔人かな。おや、何事じゃ。山本、呼び捨てかい。ああ、こちらの読み通りだな。山本部長、一体これは。風魔君、それから中隊メンバーの諸君、我々がマークしていた標的が動きを見せた。早速ですまないが、君たちの出番、大魔人特務中隊の初仕事だ。なるほど、次のミッションが初仕事のようだ。よーし、オッケー、ランクアップ、素晴らしい。あなたについてこられるかしら。大魔人として扱ってくれるの。いいね。まあどんどん最初はね、まあレベルは上がっていくものだとは思いますんでな。チャプターが1から5までとりあえずあるんだね。オッケーオッケー。で、ここら辺もまだね、メインクエストしか解放されてねえわけだからね。了解じゃ。よーし、オッケーだ。じゃあね、本日霧のいいところまで来ましたんでな。本日はここまでにしましょう。アクション大魔人ですね。今後も実況やっていこうと思いますんでね。ぜひ皆さんもダウンロードしてね、遊んでみてちょうだい。参ったわね。すごいよね。ねこういうところなんか本当かっこいいよね。オッケーだ。ぜひね、チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いいたします。チャンネル登録数をね、伸ばすために高評価ボタン非常に重要になってきますんでね。そして公式ツイッターも運営しておりますんでな、ぜひフォローもよろしくお願いいたします。じゃあね、また次回の動画でお会いしましょう。そんじゃあばよっ。